今回は三角形の相似条件、二辺比胸郭相等について学習していきましょう。次が成り立つとき、二つの三角形は相似であると言います。二組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい。では具体的に図で見ていきましょう。右の図を見てください。二つの三角形があります。 AB 対 A'B' イコール BC 対 B'C'角 B イコール角 B'。 この2つの条件が成り立つとき、2つの三角形は相似であるといい、記号を使って左のように表すことができます。これで三角形の相似条件、二辺比胸郭相等の説明はおしまいです。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。1、相似な三角形の組はアとオ。2、相似条件は2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい。2問とも正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。次が成り立つとき、2つの三角形は相似であると言います。2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい。では具体的に図で見ていきましょう。右の図を見てください。2つの三角形があります。 AB 対 A'B' イコール BC 対 B'C'。 角 B イコール角 B'。 この2つの条件が成り立つとき、2つの三角形は相似であるといい、記号を使って左のように表すことができます。これで今回の学習を終わります。